皆さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。皆様いつも本当にどうもありがとうございます。いつも心から感謝をいたしております。今は11月8日の午後6時頃でございます。私あの少し早いんですけれども、先ほどこちらのカードを引かせていただきました後で、えっと本当少し早いんですけれども夕食をえいただいていたんです。 でいつもはもうニュースとか見ないんですけれどもさらりとあのたまたまねニュースを、えー、見ることになったんですけれどもそうしましたところ百合、えー、子様のご容体があまりよろしくないということで美、えー、笠の英子氏が予定を早めて帰国するというそのようなニュースだったんですえっ、ー、と思いまして、えー、と私あの食事の前になんですけれども愉快なお仲間からの、えー、リクエスト にお答えをいたしましてこちらの A 腰「A 子氏非公式で A 仏を訪問」ということでその訪問について一体何のために行くのかということをカードに聞いてこう引かせていただいてこういう状態でお食事をしていたんですで今戻ってきましてちょっと待ってくださいどんなカード出てるかな結果出てるかなと気になりましたので、まあ、急ぎ読ませていただくことにいたします はいそれではいつものように緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思いますえミカサの英語詩非公式で英国とフランスを訪問、えー、これについてこの訪問について何でもいいから教えてくださいと聞いています、はい、カードに聞いております トラップ,だトラップこれ逆これねあのカードが持つ意味もう制約関係なくこのカードが持つ意味は不透明感なんですよ。あとね疑惑疑念不確かな状況なんか怪しいですこれは。これは怪しいカードです。 あとねあの本当にこのカードの持つ意味ですよ、イコール、もうえ、ごしというふうにはできないですけれども、あの私、可能性としてこう見ていかなければいけないので、一応、キーワードをこうお話しさせていただきますと、搾取とか、信用詐欺とか、なんとなくわかりますでしょ、罠にかかるというよりかける方になるんですよ、これ。えーとね、わなと理解せよ、うん、騙しと理解せよと、われわれに言われているような感じです。 それから、あとね、査証とかそういうのもあるんですけど、この方の場合は査証は関係ないかなという感じがするんです。でも、一つね、ぴったりなのがあるんですよ。これはね、真実を隠すための口実。なので、この非公式の訪問、こう、なんかいろいろ講演があるだろうな、なんとかにええー、と呼ばれたとか、なんかそんなようなことちらちらっとね、えー、私もあの記事、さっと読ませていただいたんですけれども、 それはおそらく真実を隠すための口実なのではないかなと思いますごまかし策略逃げ口上というのが出ていますそしてこのカードはね法律上の重大な問題とか下手をすれば刑務所に入るそんなようなもう犯罪のケースが出てるんですでこれ逆ですと個人的な何かぴったりきませんか 個人的な利益が目的の口実なので当てはめますとあくまで占いですけどもまあこれいろいろとね、えー、あそこへ行ってこれをするとかなんとかってこう言っておりますが口実本当ではないという気がしますね口実あとねほんとずばりあのそのお話は本当であるとは思えませんねっていうようなそういう意味がございますとね不当な利益 受けるに値しない何か利益獲得それから違法のケース、うん、あとねキーワードですけども盗品というのもあります何かそういう、うん、あとねよくないでしょ実際なんか怪しいんですよこれあとね影響力のある敵非敵ですね、うん それからね、昔の苦情っていうのがあります。これなんでしょうね。私は昔の苦情ってこの方で昔って出ると、これはお父様のことじゃないかなと思います。それからね、とんでもなく身勝手とカードは言ってます。わがままの極み。背信行為、不信行為、無本、裏切り。カードは八木早にそう伝えています。次見ます。 番,番逆これは健康のカードなんですで、えー、と逆になって出ておりますと誰かが病気を発症しているそして健康問題で計画は中止となるああちょっと待ってこれとなると今のこれ百合子様のそのことなんでしょうかねえ病気を発症ま元もともと発症はされていますがそのぴったり当てはめる必要はないので。 まああのごが悪化したなので何か計画があって言ってるんですが計画はキャンセルとなる中止となるそのことですかねこのままこのままかもしれないですねもうあのご帰国っていうふうにニュースでは言ってましたよ予定を早めて帰国されますみたいなことを言ってましたけどそれか全く別かもしれないですよ分からない、えー、例えば この病気を発症しているっていうのがじゃあ R と H としましょう揺るがせにしない2人だとしましょうねでその計画は中止となる病気によってまずこれをカードが伝えてきているとも取れますわからないでもこれもしも百合子様のことだとしたらぴったり百合、えー、子様なんとかお元気になっていただきたいですけれどもでももう101歳 なんですよねねえあこれですよ皆さん四番聖地敵ですこれは我々に何か教えてくださいと聞いておりますのでカードは我々にもう別部別された敵ってこれスパイとかあとは対抗者反対者ですそう伝えてますそしてあのアドバイスとして我々に あなたが尋ねている、あなたが私に尋ねているとカード言ってるんですよ。あなたが私に尋ねているこの人物は信用するなと。うん、敵敵敵にに気づけ、敵だと知れ、敵に意識していろって言っていっっ言るんです。でこの人,人物のことは疑って周囲を徹底的に調べようと。要はもうこれはね周りにろくなものがいないってことなんですよ。 まあ、あくまで占いですけどでもそうだと思いますよ私これでもう一つあのねこれ敵っていうのは我々の敵という見方もできますがこの方の場合はね政治家ではないんですよ皇族ですので敵っていうふうになりますと我々は愉快な仲間たちなんですよなので敵ってなりますと 天皇ご一家にに対すするる敵ってことになるんですよ。カードがそう言って警告しているってことになるんです。背後で天皇ご一家に不利なことをする。足を引っ張る。誠実ではないんですよと。本来自分がしなければいけない義務を遂行しませんよと言っています。お支えしなきゃいけないんですよ。でも、しないって言ってます。なぜならば敵、反感、敵対心が出てます。天皇ご一家に対する。 それからおそらく年の宮殿下のことだと思うんですけども、猛反対、大反対している、激しい反対していると出ています。Widow sweetheart child 年の宮殿下でこちらは英知だと思いますで一応これはこれね英子氏の姿だと思いますこれ男性ですけど英子氏の姿だと思いますよなんちゃって男系男子なんですよでも不思議に年の宮殿下のことも英知のことも弔ってます両方ダメだと思ってます自分なんじゃないですかこれ やっぱりねこれ妄想ですよ今劇場ですすよよ劇場あのね養子を取ってっていうとかそういう話ありますよねそしてっていう本当に恐ろしいかもしれない年宮殿下のことも栄一のこともこうなんですよこれは今もう大売り出し中ですからね いや本だテレビだって次から次ってやってますからねタレントじゃないって言うんですよどうしてそういうことする必要があるのかってことをよく考えてくださいね売り出しされてる人間メディアが腐るメディアが売り出してる人間はろくな人間じゃないですよ一番分かりやすいのは天皇ご一家ですね高原宮家もう本当に隠されますよね出てるのはどこですかどん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 速報速報 どこかへ行くとなれば行くぞ行くぞ行ったら行ったぞ行ったぞ帰る時は帰ってくるぞ帰ってくるぞもううるさいことやってますよねカレンダーだ本だって言ってねそういうのはどういう人間なんだってことをよく考えてくださいね「ドークオブスペイ」で怪しい見てくださいこれ「セルフ・コンフィデンス」「ライズ」はいバッチリ出てると思いますよこれ。 これはもう影とか裏闇水面が何かこそこそとやってるんです。ただこれはいい時もあるんですよ、うん。悪いことばっかりでもないんです。例えば極端な話ですけれども、あの天皇ご一家でもこういうのが出たりすることがあるんです。何かなさっておられるみたいなね裏でという感じになるんですけど、これはね良くないと思いますよって出てますここに、ね、地震。 自分に対する自信かぶりそれと自尊心が出てます相当自信あると思いますでなぜかカードは嘘偽りっていうのを出してきてます裏でこういうこと何かコソコソしながら嘘ついてるよって言ってるんですなので今回のこの非公式のこれはね質問はこの方はどんな人ですかって聞いてるわけではないのでえー 英国とフランス訪問について非公式の訪問について聞いてるんですけど見てください何か裏でこそこそやっているそうなるとこの後ろ姿も英子氏にしか見えなくなってきましたねいつもはこれね夫人に見えるんですけどね嘘ですよって言ってますよ公演とかそういうのもねそれは言い訳なんですよ口実とあくまで占いでカードはそう言ってますまた病気だこれ 今ねもう先にその実はその百合子様のご容体というのを知ってしまったものですからどうしても浮かぶんですけども百合子様の何かかなと思ってしまうんですけどこれは私信子様じゃないかなと思います。運命の真で病気のカード一応これね病気なんですけれども病気ばっかり表してるわけじゃないんです。何か深刻な不快感みたいなものを体に。 それとか、まあ、時には重大な苦痛とかもしもそういうものがあったら徹底的に検査してくださいねと真剣に受け止めてくださいって何か持続的な症状しつこい症状があったら徹底的に検査してくださいねって言われているようなカードなんです警告っていうかねでももう一つこれね英子氏の思いだと思うんですよあなたは病気なんだからと 体強くないでしょうと。もう、休養した方がいいですよと。要は引退じゃないですか。ね。強制的に休養した方がいいですよと。もう心身ともに限界に達してますでしょうと。物事は停止して、あなたはその資格も能力も奪われますよって言っているカードなんですよ。これ、暢子様だと思いますよ。というのは、あ、やっぱりね、何かあるんですよ、これ。このね、 もうこの具合の悪さがもしもこれ百合子様のことではないとしたらまあいくつのもの意味を伝えることがあるので両方かもしれないですけどもしこれ揺るがせにしない人たちの何か病気で病気を理由にキャンセルとなる計画は取りやめとなるだとしたらやっぱり自分が次にこの家を継がなきゃいけないんですよ信子様ではなく自分が継がなきゃいけないんですなのでこの引退のようなものを迫っているような感じがします 恐ろしいもう私はこの人はねもう功績離脱しとしもうん、信子様に当手になっていただきたいですね。何ですかこれですって出てますね。うん、人生ににおけるる本当に重大なな変化が起こるなんかねこれねあ,なんかあんまり言葉にはしたくないですけれどもやはり今私ニュースを見てきておりますでしょ。だかからなんかね もうすでにこれを伝えていたのかなというちょっねそれがまあそのね本当の肉体の死と言わないまでも何かこの人の人生にとって本当に深刻重大な変化が起こるだって当初は変わるわけですものもしものことがあればその時どうなるかってことなんです、ね、でもな訪問 あ、訪問のことで聞いてるんですよ訪問でこれえーちょっとね訪問中もう一つ何かねちょっと今ふっと来たんですけどミイラに見えたんですミイラ鳥がミイラになるっていう言葉ありますよねこれはエイコシが気をつけた方がいいと思いますようん。ミイラ鳥がミイラになるとしたらそれはエイコシです 今来ました。ふっと。さあ、リーガルプロフェッショ。です。わあ、なんだろう。死というのが間に挟まってきてますね。で、これ法律の専門家です。何か法曹会とか、法律の専門家。ここで、コンステンシーなので、普遍と。もう一つは何か良い,い商売っていうのが出てますね。 何だろううわなんかね本当にニュースを見てから来たのでどうしてもこれが気になるこういうのが本当にまともに気になってしまいますこれがこれはもし計画が中止になるとしたら今なってるんですよねもうだってあの帰国を早めたというふうにもう戻られるってことなのでもうこれは怒ってるんですよね なんだろうこれ何か法律の専門家これなんかねいい商売っていうのがどうもこの人とくっついてくるんですよねこの人いい商売ばっかりですからねちょっとこれとは私申せませんが申し訳ございませんでもなんか絶対本当になんか伝えているっていうことがもう本当によくわかる感じがします。ラブ ホップ。うん、これはあもしかしたらこれそうなるともう。本当にこれ百合子様のことかもしれないです。これ愛家族愛です。生ま恋愛とかもあるんですけど、でこれ希望？望みも期待、ね、願い。で、これも癒しなんです。慰める人とか心の平安とか。 ももしも私このニュースを知らなかったらこれはこんな気持ちこれを求めるために行くちょっとした旅行っていう本当に非公式だしなんかあのまあ愛分かりませんよ出会いかもしれませんよそれから何か望みがあるこちらは慰安慰安旅行のようなものなのかなっていう風に読んだかもしれませんねでもあもしかして百合子様のことかもしれないこれ本当に。 でも出てますね本当にこれ本当に例えば5時ごろ引き終えてるんですであ5時半ごろですかもっと詳しく申しますとでリビングあダイニング行って夕飯を頂い,いてでパッとニュースもう,あもうパッと本当に終わり際にニュースをパッとテレビを見たらそのニュースをしてたんですよえっと思ってで慌ててもう。 自分の部屋に戻ってきて今読ませていただいてるんですけどすでにこういうことが出て出ているってことなんですよねーカードってねジョーニーファルスプロミスチャラシーこれは何だろうこれは今のその旅だと思いますよ、ね、間違いなくそうだと思います嘘の約束出てますよ嘘の約束それとこれは何か自分の権利とか 所有物のようなものを抜かりなく守るためそうかなと思いますあと何かで妬みが出てる、うん、何かな妬みが出てます現れてるのは嘘の約束 <laughs> これは非公式であ,あそこで公演するどうのこうのってなんかいわゆるお招きされたとかどうのこうのって言ってますけど嘘の約束なんじゃないんですかというか そのこと自体嘘じゃなくてもまあ言い訳逃げ口上じゃないかなと。最後の1枚にいます。この訪問について何か教えてください。あベアーだ。ベアーだ。これはねあの力とか有効性とか影響力をもたらす。強さとか重さ。ずっしりと。 そういうのを表してるんですけれどもこれね実は頼みとなる援助それとか供給源融資とか資金とか財産それから調達資金管理あとはねあ供給供給申しましたっけ、うん、そういう意味のあるカードなんです。 なんかお金のことなんじゃないかなって感じはしますけどねいいビジネスとかねいい商売なんか出てましたでしょうんこのねトラップでも本当にこれ逆で伝えているのは個人的的利益が目的の公実ってなっててなるんですよ不当な利益何か不当受けるに値しないものを獲得する。 とんでもなく身勝手とかわがままの極みとか出てますのではいそれでは、えー、本日のリーディング以上にしておきますご視聴くださいましてありがとうございました私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしておりますそれからゆり子様が良くなりますようにお祈りいたしております